はい、こんばんは、村岡正則です。今回の動画はランカーシーバスを狙いに来た動画です。で、今回のゲストはですね、もう今やときめく大人気ルアーを作ったカゲロウの生みの親ですね。はい、久保田義之さんです。ようこそ東京湾。はい、お邪魔します。東京湾、そうですね、まあでも先月の終わりに、まあ、撮影でボートシーバスやりました、うん、から、うん、まあそこまで久しぶりじゃないですか ね、うんうん、ね、相模川でメーターオーバーを100、すごいでかいの撮ったよね。110ですね。110センチ、あれも話題になったよね。そう、あれね、凄腕を一旦やっぱ離れて、うん、やっぱ凄腕ってどうしてもアベレージで80をまず揃えなくちゃいけないから、うんうん、80センチをお移りになっちゃうんだけど、うんうん、それ繰り返してると多分もっとでかいサイズをお移りっていうのが自分の中でできないだろうなっていうので、一旦こう凄腕から離れて、うんうん、結果がちょっと運よくついてきたって感じで、で一本だったらさ、まああるじゃん。そうなんですよね。で、釣った人は何だって言えるからさ、うん、でとこう2年後ぐらいにまた出したじゃん。その年ですよ。その直後。メーター10釣って、でやっぱメーターはずっと意識してて、今思うとね、ちょっと高飛車な言い方かもしれないけど、なんとなくやっぱメーターの追い方は覚えたんで、で間違ってないのが分かったんで、ソルストに取材に来てもらったんですよ、後日の取材で。その時に今年の秋多分2匹目取れるって言って、その秋にもう1匹2匹目でございます。あ、おめでとうございます。こうやって釣るんですよ、久保田さんでもね、そのやっぱ2本目でね、俺もあ、この人絶対本物だと思って、かなり関心持って、あのブログのお気に入り登録みたいな入れて、それ以降ね、久保田さんの動画全部読んでたんだよね。でも相模川は俺ミラクルワークスの増田さんとちょっとやったりしたことあるぐらいだけど、うん、ポイントも乏しいじゃない。こうそうですね。でね、東京湾のようなさ、荒川とかキュエドみたいな、うん、人がいっぱい入れるようなさ、みんなが並んでやるようなとこもあんまりないじゃないじゃない。そうですね。そう、ただやっぱその地形変化にもやっぱ乏しいんですよね、相模湾って、うんうんうん、ただ海図で見ると相模川の沖合と大磯だけが海溝みたいのがすごい近くまで来てて、うんうん、沖合2キロ行かないうちにも水深400メートルまで唯一その辺が行って、多分なんかそれがメーターを読み解く地形なんだろうなっていうところで、なんでなんで、それどういうこと。やっぱこう普段から沿岸にメーターが寄ってたらもうちょい数釣れてると思うんですよね、うんうん、メーターって。で漁師さんとかとやっぱ話すると、うん、魚探には移るとか、うん、90後半とかそういうのが結構沖合で定置に入るとか、メーターは、うんうん、いうの聞いてて、やっぱ普段はちょっと沖にいるのかなっていうところから、何らかのタイミングで入ってくると。そうで、結局それだとは地元でもう釣りやってて、昔メーター釣ったことがあるとか釣れたとか、うん、なんかそういうの全部ノートに書いていくと、もうすごい日付の偏りがあるんで、うんうん、もうそういう時にそういうところを寄ってくるんだろうし、その開口説もやっぱそこが一番大物が多いんですよね、うんうん、出るのが。ヒラメが一時期メーターオーバー釣ってすごいこう大騒ぎになったのもやっぱ多い人ですし、まあ、へー、すごい、さすが。まあでもその探求心とかね、ブログでもさしてたんで。そう、まあね、サラリーマンやりながらなんで、うん、仕事中でも妄想でね、現実のそういう推理っていうのは楽しめるんでね、うんうん、でプロ志望みたいなのは、まあ、テスターもやってたからあったんでね、多少は。そうです、まあ専業にじゃないにしろ、そうですね、うん。じゃあちょっとね、場所を変えました。干潟まさかの不発、一昨日80アップ含めボコボコ出たんだけど、なんだろうですけどね。久保田さんっていえばランカーシーバス、はい、まあメーターオーバーもね、もう実績だいぶ積み重ねてきたじゃん、はい、なんか秘訣は言葉にできる。80センチ台の魚が好む流れのその水圧ってありません、うんうん、ルアーで感じる部分ですよね、うん、なんでその圧力感じるところをやっぱ探して歩き回るとアベレージサイズってやっぱ上がるなとは思う。それはある一定のってことは、それとも重い水圧なんで重さですよね。重さ、重きゃ重いほどいったわけではない。重ければ重いっていうわけでもないし、速さともまた違うルアーが通ってるレンジのその重さ、うんうん、でなんかやっぱ好む。今ここにはない。どうだろう、もうちょい奥かなって気はするんですけどね、うんうん、ただこれが潮が効き始めると。そうだね、まだ全然もうちょいね、水がちょいが下がってこないと。あ、でも食った食った食った。おスネコン沈めたら食ったな。でもそんな大きいサイズじゃないな。自衛が始まる。あ、でもまあ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 、いいサイズ、いいサイズ。行きます。はいはいはい、よいしょ、ざーす、よいしょ、よいしょ、よいしょ。最初の1本目、まあ60ちょっとだね。まだ潮位が高いからちょっと上までできないですかね。まあ、まだまだ出るんでね。イエーイ、気持ちいい。
1メーターぐらいですね、この沈めて流したら。はい、逃がします。ありがとう。元気だよね。そう、あの取材で、うん、利根川の上流域行った時に、うんうん、あもうダメだって41本で終わりだっつって、ラスト1頭じゃあこれで締めますっつって、手元じゃ最後寄りますねって言ってたら、そのラスト1頭で食ったんですよ。人生初のこのラスト1頭での取材中のヒットで、うん、そっから取材行くたんびにラスト1頭っつってもうあの頃の純粋な気持ちでは負けない。ダメだ、移動しましょうっつって巻いた瞬間食うもんね。本当に面白い。よし、食った。よし、おおおお、あーどっち、どうやって、ちょっとでもいいサイズ、いいサイズ、音は良かった、音はいいサイズ、音は良かった。久保田、久保田、久保田、おお、首でかい、頭でかい、頭でかい、頭でかい、おお、頭でかい、頭でかい、いったかも、いったかも、これいったかもしれない。しかも縦具合、縦具合、縦具合、ちょっとこれなんか針がしっかり刺さってたか刺さってないのかが分かんない。刺さってないから分かんないね、多分使い棒になってるだけ、使い棒だけですね。これはでもいった、いった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 、はい、よっしゃー、よっしゃ、ありがとうございます。行きました、これはいった、出た出た、久保田いった、悲しい、むしろむしろ90近いかも、でかー、やったー出た出た出た、すごいな、ふっと、うわ幅がすごいな、90センチのアイリスオユヤマギリギリだから、うん、80後半いってるね。うわいい太鼓、おけなし、よいしょ、86、56ですね、85、いきます、よいしょ、よっ、もう決まった、よいしょ、移動大正解、移動大正解、ついてすぐでしたね。いや船でも嬉しいっすよ、やっぱねえ、ねえ、85はね、よいしょ、いいですか、いいね、太いね、太鼓半端な、幅もすごいっすよ。あーすごいな、じゃあ離しますよ、おー、すげーかっこいい、 いや、やったー。